どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、私基本的にはですね、火木土日ですけれども、この度速報です。速報ということで、見ていきましょう。ライトニングレベル7アップデートプレビューが今日の、夜の9時から行われたんですけれども、おそらく明日明後日とか、9時に更新されますので、ぜひとも公式さんのツイッターも確認してみてください。このライトニングレベル7、こちらのですね、ライトニングレベル7の、公式の、歌い文句っていうんですかね、としては、施設やユニットに大ダメージを与えますというですね、説明がなされています。これはどうなんですかね。バーバリアンなんか喜んでますけど大丈夫ですか。バーバリアン、こっちのバーバリアンなんか驚いてますけど、はい、あ、こんな感じです。そう。アップデートプレビュー、ライトニングレベル7で敵のユニットと建物に大ダメージを。ってことは大ダメージですよ。あの、私の意見としては、そのアースクウェイクとライトニングで、そのダークエリクサータンクとかエリクサータンクにダメージが入らなくなりましたよね、バリアで。それで今回建物ってあるんですけれども、多分資源施設には多分ダメージ入んないと思います。あの、そうですよね。それ入っちゃったら、前のアップデート何だったのって話になってしまうので、多分それはなくて、まあそのライトニングレベル7、ライトニングもう本当にもう空気と化しましたからね、前回のアップデートで。それで、まあちょっとこう、まあライトニング救済するのかなと思うんですけれども、実際にこう使ってみないとわからないですし、これがどのようにそのターンホール10とかの全開、ターンホール9の全開に関わってくるのかっていうのがまだわかりません。ということで、これは使ってみるしかわからないです。ということで、まあ、今回は臨時のアップデート情報ということで皆さんにお届けいたしました。まあ皆さんね、これ本当に、まあアップデート情報これからバシバシ来ると思うので、ぜひとも皆さんツイッター確認してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。